バルカ山脈奥地にあった敵の施設を覚えているか？お前たちの撮影した写真からあれが敵の新型エネルギープラントだと判明した。無論公式な情報にはない協定違反の施設だ。よってお前たちに施設の破壊を命令する。前回お前たちが目にしたようにこちらの姿を発見されると防護壁が閉じる仕組みになっている。防護壁は戦闘機程度の火力では撃破不能だ。確認された施設の数は4つ。つまり1つ目を攻撃した時点で残り3つの防護壁は閉じられるということだ。そこで4機による4カ所同時攻撃を実行する。敵に発見されぬよう霧に隠れて峡谷内から侵入。それぞれ4つの施設へ巡航速度で進行。カウントダウンの合図に従い同時に攻撃を行え。チャンスは一度しかない。失敗は許されん。覚悟しろ。本作戦では敵からの発見を防ぐため作戦中の無線使用を控えるように。また峡谷の上には出るな。敵に見つかる。必ず制限高度を守って飛ぶんだ。非常に難易度の高い作戦となるが、失敗は私の顔に泥を塗ることになると思え。いいな。以上だ。注意事項を確認します。まず規定高度1000メートルより高くは飛ばないこと。次にターゲットには予定時刻ジャストに到着し各メンバーがターゲットを同時破壊すること。要するに峡谷に隠れながら巡航速度でターゲットに接近すればいいんでしょう。でターゲット破壊のタイミングは？こちらのカウントダウンに合わせてください。以上です。マオミ、今日はミスできないからね。分かってる。そういえばあの人もなんだか様子がおかしいね。ま、静かでいいか。チェックポイント通過。聞こえるか？これは俺たちやヤマさんを否定する。あいつの気に入らない。このままじゃどうにかなっちまいそうだ。違うか。愚痴だ。忘れてくれ。通信終了。
スプライト、チェックポイント通過。隊長、あの二人、まともに飛んでましたか？マウミはともかく、あの人は変な思想で心配なんですよ。今回は特殊な任務ですから、隊長も気をつけてくださいね。予定時刻まで60秒。各機、順調に進行中。カイリー、チェックポイント通過。隊長、あの、まもなくターゲットに到着します。攻撃に備えてください。カウントゼロで破壊です。失敗しないでください。30秒前。行くと思わなかったな。そうですね。まあいいんじゃないですか。いつもの憎まれ口はどうした？別に、冷静に飛行技術から考察しただけです。そうかい。あの隊長、司令部より帰還命令が。じゃあ今日はチーターのおごりな。敵施設の沈黙を確認した。これでラウテルンのエネルギー計画も大幅な修正を強いられる。いよいよ追い詰められてきたな。今後は敵の抵抗もより苛烈なものになるだろう。気を抜くな。以上だ、解散。喜びたまえ。重要なプロジェクトだ。我が軍の海上輸送路確保のため、観覧島式母山要塞攻略戦を開始する。式母山要塞は火山の中腹に作られており、難攻不落といわれる敵の重要な軍事拠点だ。要塞は収束弾頭式巨大三段砲アミービックを中心とし、その周囲を5機の重対空機関砲が取り囲む構造だ。巨大砲アミービックを破壊し、その奥にある敵司令部を撃破するのが本作戦の目的となる。
本来なら我が軍の最新兵器によって攻撃する予定であったが、建造の遅れから本作戦へは参加できん。そこで我が基地に声がかかった。無様な失敗は許されん。気を引き締めてかかれ。部隊編成についてモズメ自責情報部長よりご提案がある。心して聞くように。失礼。このプロジェクトが極めて重要だというのは聞いた通りだ。そのため経験豊かな人員で編成を行う。隊長以下、青笹、ガイダ、ダイバ、君たちにこの作戦を任せる。ウクモリたちは後続隊だ。彼らの飛び方から多くを学びたまえ。私の得た最新の情報によると、我が軍の最新兵器投入が見送られたため、要塞の対空防備の要である巨大砲は稼働していない。君たちの実力であれば問題ない規模だ。最適の検討を。諸君、出撃準備だ。Kill it!
赤く光りました。まだ1機ロストックの戦闘機が墜落したようです。アオスのマルマがやられたんだぞ。納得できるかよこんな作戦。クモリたちも当てにならないしよ。許さない。絶対に落とす。自分が許せないなら
ご苦労だった。情報不備のハンディにもかかわらず要塞を攻略し、さらには反逆者の粛清まで。チーター、見事な働きだ。君を隊長に押した私も嬉しく思う。では体を休めなさい。以上です。最高のダンスになるでしょう。階段地雷は反逆した。チーター、隊長である君の責任だ。撃墜したまえ。お願い、私にやらせて。認められない。速やかに帰還しよう。私にだってやれます。いい加減にするんだ。これは命令だ。やだ、黙れ。作戦を伝える。枯渇山地の奥深くに敵の備蓄基地がある。そこを攻撃しろ。以上だ。ああ、目的地周辺は電波状況が悪い。無駄な無線通信はするな。作戦優先だ。聞こえてますか？山間部にターゲットが見えてくるはずです。どうしたのかな。ブレイクショット行くよ。パスカル、ターゲット確認。
パスカルは今日からだったな。頑張れよ。了解、ありがとうございます。ショット、敵全滅を確認。次へ行きます。スプライト、次のターゲットへ先行する。パスカル、ターゲット確認、攻撃開始。あんまりはしゃぐなよ、パスカル。大丈夫です、これくらい。確認、次のターゲットへ移動します。今度は手応えあるのか。早く終わらせましょう。スカリヘッド、次のターゲットへ向かう。中央山間部を横に割るように雲を作り停滞しています。なんだここ、ラジオが拾えるな。この前線は南からの風に乗って山を越えて北上すると予想されます。通過するのに若干の時間はかかると思います。隊長が地上を狙うときってはタカみたいですね。クンと急降下するのなんて特に似てる。特別綺麗なんだよな。どうやったらあんな風にできるんだろう。まだまだ無理だよ。重要なのはスピードをスキルさせること。それにロールとヨウの連携だな。隊長は別格ってことですね。
がジャズの動物ではないかと思ってる。無駄話してるとやられるよ。ブレイクショット、ターゲットを発見。向かいます。破壊を確認した。備蓄基地ではない。そうか、以上だ。解散。